はい、こんにちは。えー、行列できる FP 事務所プロデューサーの林です。えー、今回はですね、サラリーマンで副業個人事業主を始めるということで、えー、ちょっとまあ、行きまいてというか、あのー、個人事業主って言ったらなんかすごいこと始めるのかなという風な感じの前振りなんですけれども、全然、ね、話の中身はですね、非常に簡単で、えー、まあ軽く今日は話をしていきたいかなと思いますので、はい。で、早速なんですけども、えー、 ハマりそうなところだけ、えー、ポイントですね。あのー、まあ、会社員で、これ見てる人は会社員で、まあなんか副業とか、あ最終的には独立まで行きたいかなというふうに考えてるかもしれませんけれども、えー、最初始めるときはですね、そんなに難しい話ではないです。で例えば、まああのー、副業ですね、何をするかっていうところから、 始めないといけないんで、まあ、例えば僕のブログとか見ていただいたら、えー、副業とか、まあ、独立まで向けて目指せるような職種何かなみたいな話もしてるんで、まあ、見ていただいたらいいんですけれども、えー、まずですね、最初始めたときっていうのはほとんど稼ぎはないと思うんで、えー、副業のですね、所得が20万以下っていうことであれば、まあ、基本的には、あの、雑所得ということで、えー、サラリーマンの場合はね、雑所得が20万以下、 であれば確定申告はいいいらななう話になりますただですね、ここもちょっと気をつけていただきたいんですけども、あの申告しちゃダメっていうことでもないし、えー、なんか別の理由で申告するときは、あそれは言わないといけないんですね。あの確定申告が不要って言ってるだけで、本当にこれもう表現のままです。<laughs> 確定申告が不要なんだけど、やってもいい。やるならやってもいいし、やったら、えー、所得があるんだったらそれは申告。 書ににかなないいないいいとけ話になるんで、えー、そこで、すかねそこでなんか、税務署に所得がバレちゃうっていう場合もありますので、まあ別にバレても、あの、まずい話じゃないんですけどね。何かしらの理由でやっぱり、えー、隠しときないときたいなっていう場合は、ちょっとどうか気をつけないといけないですね。それから、まあ副業、最近はね、本当に半数近く、なんかの統計では、 4割ぐらいの会社がもう副業4人派ですよというふうに言ってるみたいなので、まあ、あのー、だいぶそういうところが増えてきたのかなと思うんですけども、やっぱりまだね、えー、半数近く半数以上の会社は副業禁止規定っていうのが入ってて、えー、そういうところで働いてる方っても多いと思うんですけども、まあ、じゃあそういう場合にね、副業をしたいと。そんな大きな副業じゃないんだけれども、副業になると。 いうような場合は、やっぱりばれたくないというふうな人もいるかもしれないんで、それはですね、あのまず税金に関しては、住民税の納付っていうのを普通徴収にするというふうなところですね。この特別徴収と普通徴収となるんですけれども、特別徴収の場合は、会社から手引きで住民税を納めるということになりますので、えー、その場合はですね、なんか復帰をやってると、あの住民税も増えるんですよね。で、あのー、まあ、所得、 うん、給与所得だけだったら、大体住民税これぐらいっていうのは会社が把握してますんで、それよりも,も結構大きな額を払ってたらん、なんかしてるかなっていうふうにやっぱり思われちゃうんですね。まあ、そこからなんか副業がバレちゃうっていうような可能性もあるので、まあ、普通聴取にしたからって,って絶対バレないってことではないんですけれども、まあ、そこは気をつけておきたいところですね。それから開業届。えー、これもですね、 あ個人事業主を始める、事業を始めるっていうことの場合は、開業届は必須なんかなっていうふうに思われている方ももしかしたらおられるかもしれないんですけれども、これはあの必要ないとあ。必ずしも必要ないということですねあの。出しても構わないですし、出さなくても構わないです。ただ、その、出すと、そういう特典みたいな、節税の特典みたいなのがありますので、それが欲しい場合は、開業届を出すというようなところですね。開業届、 と、それから、開業届に付随する、なんだっけ、えー、なんとかっていう申告書があるんですけれども、それを出すってことですね。あ、そうそうそう,そう。青色申告承認申請書です。 っていうのを出すと、えー、この青色申告っていうのができて、で青色申告もあのいくつか、ねえー、種類があるんですけれども、特別控除っていうのができます。でこの控除っていうのは、あのサラリーマンの方あんまり聞いたことはない人多いかもしれないですけれども、えー、FP だったら、ね、知ってると思うんですけれども、所得から、うん、この金額を差引きますよと。 で引いた上で課税しますということなので、えー、税率が例えばね、10%だったら、えー、この控除の金額の10%ですね、10万だったら1万円ですね、分の税金、所得税が浮きますよというふうなところですね。これがあー控除の意味になりますので、これが欲しいと、節税したいということであれば、えー、申告をするということですね。<laughs> 開業届を出して、えー、今言った青色申告、 承認申請書ですね。を出して、えー、承認してもらうと。で、えー、10万と65万あるんですけども、65万の場合は、60万コースで行きたい場合は、複、えー、式募金っていうのを備えないといけないっていう風になってますので、でこの複式募金っていうのが、またこちょっとめんどくさいんですね。うん、最近はのクラウド会計とかね、まあ、僕だったら MF クラウドとか使ってますけれども、クラウド会計を使えばかなり楽にはなってきは、 ではいるんですけれどもそうは言ってもなかなかね、あのー、なじまない人っていうのはあ、理解しにくいところありますし、えー、サラリーマンってね、ほとんどその、えー、経費の記入なんていう習慣ないと思うんですよね。うん、僕もや、全然やってなかったというか、やる必要ないですからね。なので、えー、まあ、めんどくさいかなと思います。ただ、あのー、将来的にね、例えばあ、事業を起こしたいとか、あるいはもうすぐ退職なんで、退職した、 赤月には、やっぱり個人事業主として、えー、なんか事業始めたいなというような方は、まあ、こういったところもね、あのー、慣れていって、慣れていくしかないかなと思いますのでね、ぜひ、まあ、それはあのー、チャレンジとしてやってみてもらったらいいかなと思います。た、ただですね、ただ、えー、サラリーマンの場合はですね、その青色申告をしてしまうと、脱サラの時にですね、失業保険を受けられない。 のでで注意が必要ですねこれなんか、ちょっとまあ意味がわからない、あの、うん、建前から言うと、確かにその、アウル申告までして事業やってるってことは、前、まあ、は給与所得と事業所得が両方あって、事業所得がすごいしっかりしてるなっていう話だと思うんですよね。なので、いや、それは失業じゃなくて、別に事業を一本でやっていくだけでしょうっていうことなので、 まう意味はわかるんですけれども、でもネットとか見てると、不動産所得は失業保険を受けられるらしいんですね。で、不動産所得も青信ってできるんですよ。なので、なんか、全然意味不明なんですけれどもね、なんで不動産だけ優遇されてるんだみたいな話。そんなものは、まあ、もうあのー、しょっと 所得のの多いい少ななで見あのを見るべきかなと思う僕は思うんですけど、まあそんなこと言っても、ルールあるのでしょうがないんで、えー、こういうふうなちょっと落とし穴もあるんで、その開業届け、えー、を出すにしても、その白色で頑張る。そのさっき言った、えー、なんだっけ、すぐ忘れません。青色申告、承認申請書青色申告ですね。青色申告出さずに、えー、白色だけで頑張るっていうのも手だと思います。 はい、えー、でもう一つですね、開業届けの記入気をつけるところですけれども、おこれはですね、えーと、マイナンバー制度が始まってから、ここに個人番号っていう記入欄がありますので、この個人番号っていうのは、マイナンバーの個人番号を記入するところですね、えっ、ー、とここはあそれを記入してくださいということですね。あの記入例がですね、あのあ開業届け、ね、出すのはあの全然めんどくさくないですし、個人でも普通にできる申請書なので、 えーまあ、これだけでわざわざ、ね、あの専門家の力は借りしてないと思うんですけどもただその役所が用意している記入例みたいなのがすっごい分かりにくいんで、あので、ー、ぜひです、ね、ここだけポイントあとは、まあ、うーんそうですね、まあ、例えば税務署に行ってこれどういうふうに記入したらいいんですかって言ったらあの丁寧に教えてもらいますんで、まあ、それでやってもらったら方が早いかもしれないですね。 はい。ということで、今回の話、あの、簡単でしたが、以上になりますけれども、あの、ブログ、メルマガの方でも情報発信してますのでね、ぜひ、説明欄の方からご覧ください。それから、ポッドキャストでこれを聞きの方は、行列 FP でですね、キーワード検索していただいたら、ブログでてきますので、そちらもよろしくお願いいたします。はい。ということで、今回以上になります。どうもありがとうございました。